どうも皆さん、こんばんは。ラファエルのセカンドチャンネルの時間なんですけど、まあメインチャンネルの流れで撮ってるんで、このくるみの下り、ちょっとなんか今日なんとなく家にあったんでこれつけてみたんですけど、かっこいいかなと思ったんですけど、かっこよくないね。別にかっこよくないね。なんてことないんですよ。ただつけただけですよ。なんかこの方がもっと隠してるっぽくないですか？もう本当にどこも出さない方が隠してるっぽくないですか？いや、違うんですよ。今日ね、タイトルにもあるんですけど、その、禁断ボーイズさんにまず怒ってるとかそういう、なんかケチつけてってことじゃないんですよ。禁断ボーイズさんに、僕が大阪に帰った時の、そのベンツをね、あの、コンドーム100個っていうドッキリをされたんですよね。ベンツの上にコンドーム100個入れられるって。で、禁断ボーイズさんの、そのネタ元を見ていただいた方が話が分かると思う。逆にそれ見ないとちょっと話分かんないんで、あの、1回目のドッキリでね、前段後半のベンツぶつけるっていうのと、何ヶ月か前の。で、12日か13日にアップしてると思うんですけど、コンドームに、ベンツにコンドーム履くっていう禁断ボーイズさんのやつやってるんですよ。で、それでのことで怒ってるとかじゃないでしょ。まあ、タイトルどういう風にしてるか分かんないですけど、その、今日はね、そうだな、タイトルで言うと、そのガソリンスタンドで勃起したっていう話なんですよ、僕が。その僕、あれなんですよ、まあまあ、言ってもね、そんな変態じゃないですよ。僕ほんと変態じゃないんですけど、ガソリンスタンドで勃起するようなこと絶対ないでしょ。だから女性で言うと、何、ガソリンスタンドでムラムラするようなことって絶対ないでしょ。ガソリンスタンドでそんなシチュエーションないでしょ。まあ、ただね、もうオチというか、もうわかると思うんですけど、そうなんですよ。12日にそのドッキリされて、ベンツにコンドーム100個。もう、コンドームってその、ジェルっていうか、ローションみたいなのついてるでしょ。あの、だからもう、100個だから、ボンネットだけに100個なんで、水玉模様、ローションの水玉模様みたいな跡になってるんですよ。で、大阪から名古屋に帰るときに、そこの部分だけゴミ拾うから、もう綺麗に水玉模様の汚れの、このなんか柄のついたベンツのボンネットみたいになってるのを僕ちょっと何日かの、仕方なく乗ってたんですよ。で、14日が東京、15、16シアトル行って、で、17日に戻ってきて、でも早くしないと、やっぱ日焼けしちゃうと色が変になっちゃうんで、早く洗車したかったんですよね。で、まぁ、いつも行ってるガソリンスタンドじゃないところで、全然慣れ親しんでないところに、会社終わりで、6時か7時ぐらいに持って行ったんですよ。で、持って行って、そのガソリンスタンドでその勃起したって話なんですけど、まあそうなんですよ。もうお分かりだと思うんですけど、入れるじゃないですか、ガソスタに。で、まだね、言っても会社終わりが僕6時とか、6時過ぎか7時ぐらいだったから、まあ言ってもその、女の店員が、女性店員がいたんですよ。で、まあそんな可愛い店員、絶対いないだろうっていうのは、まあ、ノリピーみたいな感じですか。あの、ヤンキーの顔、あの、ガソリンスタンドって基本ヤンキーしかいないんで、女店員って。あの、ヤンキー茶髪で、髪パサパサのやつしか、基本ガソリンスタンドっていないんですよ。柄の悪いやつしか。で、まあ、柄の、ヤンキーの可愛いってあるじゃないですか。ベタな言い方する、板野友美さんみたいな。こんなこと言うと怒られそうなんだけど、初期のね、初期の。で、あの、そんな感じだったんですよ。で、まあ、可愛い。俺タイプじゃないんですけど、別になんか、ぺちゃぱいな感じで、まあ、定番の絵に描いた、まあ、ノリピーですよ、ノリピー。若いノリピー二人来たみたいに思ってもらう。二人来たんですよ、女の子は。で、洗車で、つって、来たんですけど、でね、その、じゃもうわかると思うんですけど、洗車するときってやっぱその汚れ、何の汚れですかって聞かれたりするんですよね。で、まずね、俺もその時点でちょっと半立ちなんですよ。だって、何の汚れって答えられないでしょ。だって、いや、これコンドームのジェルなんですとか、でローションっていうのもおかしいでしょ。ジェルって言っても、え、ジェルですかって、おかしいでしょ。ジェルがなんでボンネットの上に、しかもその、バーってなってれば、いたずらでかけられましたってわかるんですけど、その、綺麗にこうなってて、で、その若いから、本当にね、多分19とか、行って20歳ぐらい、金髪の女の子2人でね、1人ちょっと新人っぽかったんですけど、なんか本当兄弟みたいな可愛い子で、で、なんていうんですか、コンドームってキーワードは、やっぱその女の子に対しても出せないし、禁断さんを見てる可能性がめちゃくちゃ高かったんで、俺の中で。あ、ちょっと待ってと。これ、俺いつも洗車任してるんですけど、自分で洗車しないんで、これって、ラファエルってバレんじゃないのと思って。で、俺本当に一瞬、あっと、俺何も考えてなかったってそこで思ったんですよ。でももう、そこで引き下がれないんで、かといって、だからコンドームのキーワードは絶対言えないなと思って。で、いや、ちょっとわかんないですよ。なんかいたずらで、みたいな、なんかちょっとこの辺汚れ、油汚れみたいな感じでって俺言ったんですけど、ま、油じゃないですよ。もう絶対触った感じが。で、やっぱ、それ女の子は、もう俺その会話の時点でちょっともう、もう正直半立ちぐらいで本当に。で、女の子が、その油こう、ローションですけどね。ローションこう触って、これ何の汚れですかねみたいな。多分ね、洗剤の量が違うとか、その使う種類の洗剤が変わってくるんですかね。で、俺コーティングしてるんで普段は洗剤とか使っちゃダメなんですよ。洗車するときに。でも洗剤使ってくれって言うから、でも、その中で傷つけない、コーティングを取らない、なるべくってことで、
多分それなりのプロのあるんでしょうね、その洗剤の分量が、がゆえにこう触ってエロくないですか。だってこんなローション触らしてるって言ったらおかしいですけど、なもうこんな距離ですよ。あれ何の汚れですかね、これ二人で。一人で喋らないんですよ。うーん、みたいなこと言ってるんですよ。なんだろうこれ、みたいなこと言いながら、いつもの洗剤、普通の洗剤でいいか、みたいなこと言ってるんですよ。なんかちょっとよくわかんない。俺もうちょっと、ぼーっとしてて聞いてないんで。めっちゃエロくないですか、それ、マジで。俺ね、ほんと、下手な、なんだろうな、もうキャバクラとかよりは絶対、下手な風俗よりエロかったなと思って。で、なんか俺もうなんか、禁断さ、ラファエルってバレるっていうドキドキもあって、コンドームのジェル触ってるっていう、このなんか、俺変態じゃないからね。俺変態、全部だから禁断さんにクレーム出してよ、それ。俺じゃないからね。あいつらでしょ、頭おかしいの。で、その感じで、しかも女の子がまた可愛いって来てるんで、俺なんかね、変に興奮しちゃって、で、まぁ、いつも通りでお願いします、みたいな感じで、いつもやってる感じでいいんで、つって、コーティングのこと気にしなくていいんで、つって。で、やってもらったんですよ。で、まぁ、キャピキャピ言いながら、まぁ、やってて、バーって終わって、綺麗になって、バーって戻ってきても、やっぱりね、ずっと半立ちなんですよね。なんか、やってる最中も、その、100個ですからね。相当な量ですから。しかもそれ、こうガーってこう、やるわけでしょ。ローション。ローションを洗剤で洗うっていうその設定。しかもそれローションで伝えてないっていう設定は、エロいよ。あれは本当にエロかったな。いやー、エロかった。ガソリンスタンドで、勃起したっていう話ですね。いやー、エロかったな。あれはエロいわ。これ、新しい、セクハラだよ、これ。エロかったなぁ。あれはエロかったなぁ。女の子が素手で触って、何の油汚れですかねって、このくだりがもう一番マックスでしたね、僕の中で。あれはエロいなぁ。で、ワイパーとかも綺麗にこう洗うんですけど、メサイヤさんめっちゃ舐めてたワイパーなんで。まあ、洗車するときはね、このなんか、ムートンっていうんかな、なんか変な羊のこういうのつけてるんですよね。うわ、つけてるんです。素手じゃないんですけど、で、言うても、メサイヤさんがめちゃくちゃ舐めてたところを、舐めてるって俺分かってるから、いや、これエロいでしょ。女性が聞いてもエロいと思う。俺だからこの動画見て、あれラファエルなんだってバレても、もう別に俺あそこ二度と行かないし、俺カードで支払ってないから、素性バレてないんで、いや、あれは、本当にドキドキしたな。ドキドキ、バレるんじゃないか、ドキドキから、なんか妙に、あ、今思えばこれ、めちゃくちゃエロいシチュエーションじゃんって、気づいたこの瞬間のドキドキ。ドキドキのリレー、すごいよね。いやね、エロかったなぁ。ということで、ガソリンスタンドで勃起したっていう話です。バイ。